か。はい。はい。というわけで本日も始めていきます。どうも皆さんこんばんは。初心者、初級者向けオンラインギターレッスン by 龍太郎第28回ですか ?28 回やと思います。はい。よろしくお願いいたします。はい、というわけで、このオンラインレッスンは無料でお届けしておりますけれども、皆さんのご好意で、ご支援をいただくことが、送っていただくことが可能になっております。概要欄のところに URL、僕の通販サイトが載っておりますので、そちらから、2000円と4000円のコースで応援していただくことができます。応援していただきますと、こういうビッグ型のステッカー、シールじゃないんですよ。ステッカーね。だからちゃんと野外とかでもまあ大丈夫な感じのこうステッカーをお送りさせていただいてます。どうぞご支援お願いいたします。イエーイ。というわけで、はい、ご支援いただいた方へのお礼から始めたいと思います。はい、まずは KS インコ様パチパチパチ、つよぽん様パチパチパチ、ジナー様パチパチパチ、匿名希望様パチパチパチ。ということで、いつもご支援いただきましてどうもありがとうございます。はい、というわけで今日も始めていきましょう。ここしばらくずっと C メジャースケールの曲を練習してましたね。キーが C のバラが咲いたですかっていう日本の昭和の名曲を練習してきました。まあ、キーが C であるっていうのはドレミファソラシドで弾けるってことですね。それとまあ、シンプルなメロディー、シンプルなコード進行になっているので、その曲を用いておったんです。それでまだそのバラが咲いたを使ってのレッスンっていうのはまだもうちょっとやれたらいいなと思っているんですが、今日はちょっとね、まあ、先週かな、対面レッスン富山に久しぶりに行ってきました。久しぶりってこともないか、1ヶ月に1回富山でレッスンね、やらせていただいておりますけれども、富山のレッスン行った時に感じたことで、ちょっと、まあ、コード進行とかメロディーとかそういうことのね、考え方、捉え方、指板上でこうやって捉えるんだよっていうことは、最近このオンラインレッスンで、結構頑張ってお伝えしてきたので、やっとなんかね、こう、わかったっていう声が聞けたんですけども、ちょっと、まあ、そっちばっかりに寄ってたのかなっていうところもあったので、少し地味な基礎練習をやっていきたいなと思います。で、今日やるのはメジャースケールの、基礎練習なんですけれども、クリーンにしようかな。はい。メジャースケールって言われてもですね、もしかすると今日初めていらっしゃった方にはメジャースケールが何かわからないという方もいらっしゃるかもわかりません。メジャースケールっていうのは、まあ、ドレミファソラシドっていうことですね。でドレミファソラシド皆さんいろいろ弾けると思います。ドレミファソラシド。ちょっとディレイ切ります。ごめんなさい。ドレミファソラシドっていうこの開放弦を使って降りていく。ドシラソファミレド。こういうドレミファソラシドを皆さん最初にこう覚えてかれたんじゃないかなと思うんですね。他にもいろんなドレミファソラシドがある。このドレミファソラシドのことをドっていう音は C っていう音なので C から始まるこの並び音階のことをメジャースケールと呼んでおります。そこだけちょっと覚えておいてほしい。C から始まるメジャースケール。だから D から始まるメジャースケールもあるし E から始まるメジャースケールもあるし、もちろん C シャープから始まるメジャースケールだってありますね。うん、メジャースケールっていう形ですね、うん。どの音から始まるかのメジャースケール。で、C メジャースケール。それはドレミファソラシドでございます。それでね、このドレミファソラシド C メジャースケールをいろんなポジションで弾けるようになろうっていうこともこのレッスンでずっと言ってきたので、多分もうこれをご覧の皆さんはですね、ずっと通ってきてくださっている方はですね、その C メジャースケール、いろんなポジションで弾けると思うんですよ。どうですか？何個ぐらいパッて弾けますか？ね、今、開放弦のポジション。これはもう皆さん弾けると思うんだけど、どうだい？どうですか？弾けない人いるかな？開放弦を使うポジション。5弦の3フレットからスタートしてね、登っていくわけですね。開放弦を使って。これがまあ一番基本的なポジションじゃないかなと思います。それでもしかして今日初めて来てくださっている方でですね、うわ、なんかいきなりわからん話出てきたぞとか出てきたらですね、遠慮なくチャットに
この皆さんから見れば多分右のところにチャットが書けるんじゃないかな。僕の画面では右にチャットが出てるんですけども、そのチャットでですね、ちょっと待ってとか、何でも言ってください。言っていただければ、その皆さんのね、ペースに合わせます。このオンラインレッスンは、進むことを目的にはしてないんですよ。うん。まあ、普通の教則本とか、教則ビデオとか、レッスン動画って言えばいいですか？今やったらね。そんなんやったらもう、こんなって言ったらごめんなさい。こういうところってもう本当なんか最初の1回でまとめてパッてやって次行っちゃうと思うんですけど、でもまあ僕の経験からいくとやっぱりこの基本的なところをしっかり押さえれていないと途中でやっぱりつまずいてしまうと思うんですよね。だからやっぱりこういうところをしっかりと身につけておけば、あとがスムーズやと思うので僕は念入りにやってます。じゃあなんで他のレッスン動画とかであんまりこういうことをやってないかっていうと、まあ面白くないからっていうのがあると思います。こんな面白くないこと、地味なことずっとやってても、誰も見ないから視聴者数が増えないっていうのもあると思うんですけどね。はい。まあでも僕は別に視聴者数稼ぐためにやってるんじゃないので、はい。こういう地味練習ずっとやっていくよって感じでですね、やります。はい。だから何が言いたいかっていうと、進むこと目的じゃないので、ね、もう、このレッスン始まって半年ぐらい経ってますけど、最初頃にやったようなのをもう一回やってもいいし、だから皆さんが途中から加わってきた方もいらっしゃるだろうしね、もう前に過ぎて忘れたって方もいらっしゃるだろうから、遠慮なく言ってくださいね。皆さんのペースに合わせてやっていきますからね。はい。なので遠慮なくやっていきましょう。遠慮なくやっていきましょう。遠慮なく何でも書いてくださいね。はい。じゃあ、ドレミアソラシドいくつ弾けますか？今、開放弦のポジションやりましたけど、他にも、5弦の3フレット、これ、ド、Cの音ですよね。ここ中指で、こういうポジション、見えるかな？あるよね。それと5弦の3フレット、人差し指で、一つの弦につき三つの音で上がる。三音。こういうのもあるでしょ？ね。あとどんなんある？こういうスライドしていくっていう変則的な一弦四音パターンみたいなものをやってる人もいるかもしれない。ね。まあ、このオンラインレッスンでは、そういうのはまだ取り上げていないが、なんかこう、テクニカルなね、ギタープレイヤーが好きな人とかだと、一つの弦につき、ドレミファーでスライドして、ソラシドでスライドっていうね。まあ、これはやらんけどね、別に今。うん。こういうパターンを弾ける人もいるかもしれない。うん。他にどんなんがあるかな。まあ、どんなんでもあるよね。ドレミファーマリーって3弦の解放に飛ぶとかもありかもしれないよね。もうどんなやり方でもいけるわけです。で、6弦の8フレットにまた C があるので、この、解放弦パターンやね、解放弦パターンの、こうやったら逆に見にくいか。これで見えるかな。ソラシドもあるしね。で、6弦8フレット中指でさっきやった形はね、ドレミファソラシド。6弦8フレット人差し指でドレミファソラシド。で、同じようにここでスライドするっていうのもありかもしれないしね。うん。あとどんなある？どんな面白い？だんだんフレット降りていく。こんなん弾くやつおらへんな。いや、でもいるかもしれんな。いなくはないかな。どうやろうな。僕は弾かへんな。まあ、だからこんな風にドレミファソラシドがいろんなポジションで弾けるってことです。それを、まあ、いっぱい知っておこうっていうのが、こう、ギターのね、特徴になってくるので、ずっとやってきたわけです。はい。まあ、いくつか弾けるようにはなってくれてると思うので、今日は、5弦の3フレット、ルート音。で、このパターンのドレミアソラシド。わからんって人いますか？
わからんって人いたら、なんか、さっきのハートマークみたいなのでもいいので、チャットのところになんか印、目印してくれれば、もう一回言いますけど、どうですか？大丈夫ですか？ね、6弦ちゃう、ごめん。5弦の3フレット、ルートン、人差し指。5、3、5、7。5弦のね、5弦、3、5、7。4弦、3、5、7。ごめん、チャック切れなかった。3、5、7。3弦、4、5。ドレミファソラシドロシダソファミレドドレミファソラシドロシダソファミレド。これが今練習なんじゃないよ。これを使って練習するって感じだよ。ね。これは余裕ですか？遠慮なく書いてね。ちょっと心配なんだ、実は。はい。大丈夫？はい。大丈夫かな？ここで分からんかったら分からんって書いてください。うん。じゃないと、今からやるの何も分からなくなってしまうと思います。はい。それでこのドレミファソラシドなんですけどね。まあ今この5弦3フレットから始まるって言いましたけど、ギターの人は、ここからまた1オクターブいけますよね。でこの5弦の3フレットに戻ってきて、心より下もあるわけですよね。ドシラソファミレドはちょっとこのチューニングだと下の D と下の C が出ないけれども、ね、5弦の3フレットからドシラソファミめっちゃ低いな。ドシラソファミまではいけますよね。こういうふうに、フレット上での音の流れってものもしっかり把握しててほしいと思っています。うん。で、まあ、このレッスンは、実はベーシストの人とかも見てくれたりしているそうなので、この練習も今日は1オクターブだけでやっていきますね。ドレミファソラシド、ドシラソファミレド。この1オクターブだけでやっていくよ。はい。じゃあ、これでどんな風にやっていくかを、やりましょう。どうやろうな、みんなどれぐらい弾けそうかな、今日の人は。ねえ、ちょっとわからないので。まずはじゃあ、今やったドレミファソラシド、ゆっくり弾いていこうか。ね。で、8分音符でまずやっていきます。8分音符ってことは、1、2、3、4、1、2、3、4、1っていう風になるわけだね。体では四分でリズムをとってほしいと思います。1、2、3、4っていうリズムだね。1, 2, 3, 4、 ここで体でしっかりとリズムを取る。1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4。このリズムをしっかり取れるようにしてください。それでピッキングがどうなるかというと、1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4。 このダウンアップ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 、1, 2, 3, 4。ちょっとカラーピッキングでいいんで一緒にやってみてくださいね。1, 2, 3, 4, 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 1, 2, 3, 4,
入れと、こんな風にダウンアップ、これオルタナイトピッキングって言いますけれども、このピッキングでやってほしいと思います。よくね、こう弦が変わるときに、ドレミファみたいな、ダウン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 とかね、ドシラソファミ、なんかこうアップアップとかさ、なりがちな人がいるんだよね。なので、しっかりとダウンアップをキープする。弦が移るときに、ダウンダウンとか、1、2、1、2、3、4、が1、2、いみたいな、そういうあのリズムがね、揺れちゃう人、ぐらついちゃう人がたまにいらっしゃるのでですね、そうならんようにしっかりダウンアップで弾いてください。あ、それともう一つ大事なこと、フォーム。フォームです。ギター弾くフォームね。はい、このドレミファソラシド弾くときも、まあギター弾くときもそうなんですけども、指板をね、指板ってここね、フィンガーボードをやっぱり見たいわけです。フィンガーボードを見ようと思うとね、どうしてもこう姿勢が
前かがみになってしまうわけですね。あとこのフィンガーボードがこう、見たいので、こう寝てくる。こんな風になる。そうすると、何がダメかっていうと、こうやってギターが寝ていくと、指がうまく使えなくて、なんか変なフォームになって、この手首に負担がかかったりとか、なんか変な姿勢で体痛くなったりってことがありますので、まあこうギターはですね、なるべくこう体にひっつけて、でまあこう脇でこう、右の脇でこう挟むような感じです。左手離してもまあ、グラグラしないような、まあ変形ギターとかの人はまた別かもしれませんけども、うん、なるべくギターが体とひっつくようにした方がいいと思います。はい。それで、まあそうすれば指板も当然こんな風にはならないよね。ギターが寝ないと思うので、指板のこのサイドポジション、ね。手前にドットが打ってあると思います。うん。まあ、ここを見るなら見るようにした方がいいと思いますね。こう芝を覗き込むような姿勢じゃない方がいいと思います。はい。そして左手なんですけれども、このドレミっていくときに皆さん人差し指どうなってますか？ここがね、本当に皆さん、まあ、ちょっとちゃんとできてない、意識できてない人が多くて、ドレミの時に人差し指と中指がもうバイバイしちゃってる人がいるんですよ、指板と。ドレミって言った時は、この3つ、人差し指、中指、小指は全部指板上にあります。ドレミ、ファ、ドレミレド、ドレミレド。これから練習しようかな。まあいいや、これ後でいいや。ドレミレドってこうね、弾いた時にね。人差し指は一回も離れないわけだな。そうなってますか？これが一回離れて、また下ろされるみたいな人がいらっしゃるんですよ。これね、一回離れて押さえても弾けてるやんっていう人いるんですよ。弾けてるかもしれない。うん、いいかもしれない。でも、まあなんだ。ここに来てる人って、まあうまく弾けないなって思ってる人たちは、やっぱり何が原因かって僕から見ると、そういう無駄な動きが多い。なんでかって言ったら、これってドレミのところで人差し指が離れてるってことは、これ離れたので一つモーションを起こしてるわけですよ。こいつは人差し指はね。で、また押さえるっていう、戻ってきて押さえるってところで、また押さえるっていうモーションを起こしてるわけですよね。要するにこれ2回、2つ余分なモーションを人差し指はしてるんですよ。うん。それいらんでしょ。そんな線でいいんですよ。だから、ドレミって行くときはね、人差し指はもうちゃんと置いとくんです。ちょっと芝に。そして、それの理由はもう一つは、この人差し指が支点となって、他の指が展開されていくっていうふうに捉えてほしいなと思うんですよ。うん。それぞれの指の力で押さえてるわけじゃなくて、まあ、それぞれの指の力も使ってるんだけども、この人差し指を、のこの力を使って他の奴らがこう展開しているっていう、かぶさっていってるっていうイメージを持ってほしいと思います。うん。そうすることによって、何が、まあ、メリットとしてあるかっていうと、手首に負担がかかりにくくなります。うん。よく小指とかで押さえるときに人差し指が浮いちゃって、こんな風に手首がもうこう動く人がいるんですよね。こうグッて。うん。これ、むちゃくちゃ手首に負担がかかってます。はい。で、そういうフォームで弾いてる人は間違いなく、僕も今ちょっと真似してこうやってやっただけで、もうここなんかちょっと痛いんですけど、うん。間違いなく腱鞘炎とかを招くと思うので、フィンガリング、早く弾きたい人も余計に、俺はポール・ギルバートみたいに早弾きやりたいんだぜって人がいらっしゃるならば、余計にフィンガリングはしっかり綺麗にしてほしいと思います。うん。早く弾きたいから、そんな、なんちゅうのかな、安定度とか、そんな関係ないねんって思う人いるかもしれないですけど、もう、それは大きな間違い。むちゃくちゃ関係あります。うん、フィンガリングを安定させるっていうのは、もう、本当に大事なことなので、意識してやってほしいと思うのでございます。はい。いや、それでも、俺はって人はもう知りません。はい。うん。ドレミのところでね、ちゃんと人差し指が離れてないようにしてください。そして、ドレ、よくね、やっぱ、ミーのところでこう人差し指離れる人はいるんですよね。これ、ミーのところで離れるっていうのが一番手首的には負担がかかってるんじゃないかなって僕は思います。はい。で、ドレ、ミ、ファーのところに人差し指が変わるんだよね。うん。で、ソーラーのところは押さえっぱなし。シーでまた人差し指が変わる。
ドドシラソ、このドシラソのところに人差し指はまだドシのこの3弦4フレットを押さえたまま、ドシラソファーでやっと変わる、ミレドでやっと変わる。わかるかな？これもやっぱりドシラって言ったところでこう人差し指がバイバイしちゃう人がいる。ドシラって浮いてませんか？ドシシのこの音を押さえたままラソファでやっと人差し指が変わる。ミレドでやっと変わる。できてる？どう？ゆっくりでいいのでね、これしっかりと身につけてください。ああ、なんかもうみんな弾き始めて早いからもういいわってならないようにしてください。間違えてもいいから、このフィンガリングをしっかりと身につけてほしいと思います。それが必ず、上達には近道になります。変なフィンガリング癖が身につくと、なかなか上達しにくくなると思います。はい。それともう一つ、なんで人差し指をこう浮かしたりしないかっていうところのね、メリットもう一つありますけれども、人差し指がずっとこのフィンガーボードから離れないってことはね、他の弦たちのこのミュートになっとるんですわ。ピッキングが多少荒くてもね、今僕、この3弦の5フレットのドをね、こう弾こうとするんですけど、もうこう、割と、テンション上がっちゃってる感じで弾くと。他の弦までヒットしちゃう。でも、この3弦5フレット押さえてて、この指のお腹で他の弦に触れてるだけで、ミュートになっとるんですわ。これがね、浮いとったらどうかっていうと、他の弦鳴っちゃうんですよね。うん。つまり、ドレミって言った時に、他の弦がミュートしない。ミュートになって、雑音が鳴らないようになってる。で、そんな別にミュートなんていらんのじゃないのと思うかもしれないけども、それは今クリーントーンでちっちゃい音量でやってるからなんですね。バンドとかやるようになったりとか、ハードロックやるようになって、大きい音、あと歪ましてます、ディストーションをかけてますとかね、アンプで歪ましてますっていう、ドライブサウンドなんかになると、やっぱりこう、ファーってハウリングが起きやすくなる。ジーっていうノイズもやっぱり大きくなる。そういうものをやっぱりこうミュートして止めるっていうのもね、ギターを上手に弾く上では大事なんですよ。みんなこの弾く音ばっかり気にしてるんですよ。で、弾く音はちゃんと弾けてんのに、なんか人みたいに上手に弾けないなって感じてる人は、大体ミュートができてないってことが多いです。うん。ミュートができてないってことは、いらん音が、鳴らなくていい音がビャーンって言っちゃってるわけですよ。そうすると、ちゃんと弾けてても、そのビャーンのいらん音が邪魔しちゃってるわけなので、はい。もう何を言おうとしてるか分かるよね。うん。上手な人っていうのは、やっぱりそのいらない音は、今も僕、こうやって話したら、ヒャーンって言ってるじゃないですか。こういう音を止める。いかにそのミュートをするかっていうところが大事になってくるので、うん。人差し指が、こう、離れちゃうってことは、こういう無駄な音が鳴る可能性があるわけですよね。まあ僕、今わざと引っ掛けてこうやってやってるけども、でも、ヒャーンって言っちゃうわけですよ。これをちゃんと、左手が、常にこう弦から離れない、フィンガーボードから離れないことによって止めていけるというわけでございます。はい、なんか話してばっかりもう20分になってしまったので、クリックに合わせてやってみたいと思います。はい、じゃあこれ何をやるかって言ったら、ドレミ、あ、ダウンアップやな、8ビートで。ドレミファ。してでも僕今ヒャーンって言ったやろ、なんかそういう変なミスタッチの音も出るわけですわ、ギターってね。はい、なので気をつけてやっていきましょう。2、3、4、ドレミファソラシドドシファミレドドレミファソラシドシラソファミ。ごめん、もうちょっとゆっくりやろうか。これ今テンポ80なんですわ。60でやろうか。60から行くで。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、ドレミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド、ドレミ、ファ、ソ、ラ、シ、ド、シ、ラ、ソ、ファ、ミ、レ、ド、
のことなんですけど、親指がどこにあるかっていうのも大事だと思います。あの親指が握り込むようになっている人とか、この手のひらがこうベチャってネックを握り込むようになっている人はすごく引きにくいと思います。ネックの裏の指使いがどうなるかというと、まあ、左手の親指が、まあ、軽く触れているような感じ。それでなるべく手首がこう前に出れば。で親指がね、なんかこう、離れたりする人がいるんですよ。よく。親指なしで弾くんやったら、もうなしで弾いてください。この親指の位置をなんかこうやって変えたりとか。ま、あの、なんちゅうかな。そういう風に弾くものもあるけど、こういうスケールライクなものを弾くときなんかには、親指の位置はあんまりバタバタさせない方がいいですね。うん。親指もグーってこんな風に力入れて弾く人いるけど、それはやめときましょう。親指はもう軽く添えるだけ。親指でギューって握らない。ギューっていっちゃわないようにしてください。こういう人。ギューってなってる人。それは違うかな。親指はもう触れとくだけ。親指の力で弾いてるんじゃない。これはちょっと多くの人が誤解してるところかもしれないな。親指はいらないよ。うん。だから僕、親指なしでも弾ける。さっき親指なしで。弾く人はもう親指なしで弾いてって言ったけど、親指なしで弾こうと思ったら結構難しいでしょ。親指なしでなんで弾けるかって言ったら、人差し指がちゃんと支点になってるからなんですよ。で、親指離したらこんなんできないんですよ、絶対ね。わかる？こんななんかドレミで今まで人差し指とか中指が浮いてた人って相当これって親指の力を頼ってやってるわけですよ。だからその辺もね、すごい負担がかかってきて痛くなってしまうんですよ。うん。ね。だから親指も、もうこう添えとくだけでね、力入れずに。そんなにこのなんちゅうのかな。こんな浮いたり、話ついたり、話ついたりとか、場所が変わったり、みたいなことはないわけですね。うん。なるべく、だから、もうどこも一緒。無駄な動きをなくすってことですね。はい。そこを意識していきたいです。はい。ちょっとテンポいきなりも上げますよ。80に行ってみましょう。はい。しんどいって思ってる人いるでしょう。なんか、脱線したら嬉しいって言ってる人がこの前いて。もうなんやねんって感じですけどね。僕はね、ここで皆さんの前でやらせていただいてます。皆さんはご覧になってるわけですけどね、僕は皆さんのこと見えないわけですよ。だから皆さんがビール飲みながらとかね、あるいはもう全裸でいようが僕にはわからないんですよ。うん。まあ、全裸でビール飲んでるっていう、もうそんなダブルな人もいるかもしれませんけどね。うん。まあ、それはどうでもいいんですけど。そう、だから皆さんのこと見えへん
のでね、余計にね、こう、ちゃんとやらなきゃなと思って やらせていただいてるんですよ。うん。ましてや、あのね、ご支援いただいている方もいらっしゃるんで、ちゃんとやろうと思ってやってるんですけど、はい。脱線したら嬉しいっていう話をここまでされて、ちょっとなんかね、複雑な気持ちではありますけども、はい。まあ、もうちょっと練習しましょう。はい。いきますよ。テンポ80でございます。はい、いきますよ。トゥー、あ、ごめん、もう一回行くわ。もう一回行くわ。この辺からかな。はい。ワン、ツー、スリー、フォので、しっかりさっき私が申し上げたことを意識して聞いてみてください。しっかり体にリズムを取る。右手はダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン、アップのオルタネートで弾く。左手の親指が変なところに行ってませんか？ギューって握ったりとかなってませんかね？はい、左手を押さえるところの人差し指が変な動き方してませんか？なるべくこう無駄のないフィンガリング。はい、 OK。 よし、じゃあもう一回やってやってみましょうかね。もう一回やって休憩します。テンポ80でもう一回いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー、ドレミファソラシド。かなりしんどいと思うので、ベースの人はちょっと休み休みやってください。とにかく力を抜く、姿勢をよく力を抜いて弾いてください。顔がね、指板ばっかり見ないようにしてくださいよ。指板ばっかり見てる人、あるいは右手ばっかり見てる人、なるべく顔を前に出してみよう。顔を前に出してみようとかしな。姿勢を前に。皆さんの姿勢の先にはきっと僕の顔が映ってるでしょ？僕の指をちょっと見てみてください、じゃあ。ね。どうしても自分の左手、自分の右手ばっかりをこう見てしまう人はいるんですけど、皆見ずに弾けるようになりたいわけですね。なので、画面を見ながら弾いていただくといいかもしれません。あるいは目をつぶって弾いてみてください。別にミスっても構いません。はい、OK。どうですか？そうそう、それも言わなあかんかったよな。やっぱりどうしても左手ばっかり見るとか右手ばっかり見る、これもやっぱ姿勢がちょっとね、こう崩れていく要因になると思うので、なるべく見ずに見るっていう風に、まあ体で覚えるってやつですね、してほしいと思うんです。はい、というわけでちょっとここで休憩を入れましょう。今32分、僕の時計では32分なので4分ぐらいしようかな。36分から後半始めます。はい、その間も何かご質問とかあれば、チャットのところに書き込んでください。何でも書いてください。おそらく今日はもしかして、こう、初めての人を来てくださってるかもしれないな、という気もしてるので、初めましての方がいらっしゃったら、わからない点。初めましての方じゃなくても、わからない点あれば、何でも書いてください。
さい。はい、ちょっと休憩です。4分ぐらい休憩です。なんかピッチが微妙やな、この歌。弦がもう古いのかね。今日は全然チャットも何もないですけど、皆さん大丈夫ですか？これはあのもう全然余裕で皆さんやれてるっていう風に理解していればいいのかな？それとももうやる気ないかな？やる気ないかなって言ったらすみません、失礼ですね。すみません。はい。どうですか？わからんことあったら書いてくださいよ、チャットにね。はい。まだあと2分ぐらい。あります。これちゃんと皆さん見れてます？大丈夫ですか？今日見れてるであろう感じには僕のところでは思えるんですけどね。どうですかね。はい、今日はなんか本当にチャットがこう静かですね。いつもか。余裕です。あ、よかったです。ありがとうございます。そう、そうやって教えてくれると、非常に僕は安心してレッスンやれるんです。はい。もうなんか、止まってんちゃうかとか思いながらやってることあるので、はい。言ってくれると嬉しいです。ありがとうございます。ちょっと手が痛いです。はい。あの、手が痛い場合は無理しないでください。はい。左手が痛いってことですよね。はい。そうなんですよ。このあんまり、スケールのポジショニング、ちょっとやっぱりフレットが低いところなので、ストレッチになるじゃないですか。はい。なので、はい。フレット変えます。フレット変えるというか、キー変えます。はい。優しいというか、はい。もうちょっと後でキー変えようかなと思ったんですけど、もういきなりキー変えます。はい。じゃあ、キーをですね、E メジャースケールに変えましょう。もうできるでしょ？今までずっとやってきてたので、このドレミファソラシドを今 C メジャースケールで弾いてるわけですけど、E メジャースケールに変えてやってみましょう。どうですか？すぐ弾けますか？ E メジャースケールで。パッと弾けますか？余裕っすよね。E メジャースケールでも。E メジャースケールは、になるわけですよね。5弦の7フレットの E の音からスタートしてみましょう。ここなら、ストレッチじゃない、そんなストレッチじゃならないので、弾きやすいと思います。はい。あともう一個だけ言っとこうかな。この左手とか左腕。脇がこんな風に開いてしまう人いるんですよ。開いてると相当弾きにくいと思うので、脇はもうなるべく、まあ脇というか肘やな。
肘が開く人いるんですけど、肘はやっぱりこう体にくっつけた方がいいと思うな。脇締めるって言ったらいいんですか。はい、僕も自分であのライブとかやるときも脇ちゃんと締めようと思って弾いてますね。はい、脇開かんようにしようって思ってます。なんかやっぱりこうライブとかでこう、なんて言ったらいいかな、ライブとかでこうテンション上がっちゃうとっていうのかな、テンション上がっちゃったら力んじゃうじゃないですか。こうそういう時とかにフォームって崩れてしまうんですよね、どうしても。だからなるべくこう冷静にならなきゃなって思いながらギター弾いてますけど、やっぱ脇がね、こう自分でライブの映像とか写真とか見てもこうテンション上がってるなっていう時には脇がこう開いたりしてるんですよ。うん、ほんでミスっちゃったりとか、なんかこう荒くなったり疲れたりとかあるのでね、やっぱ脇が開かないってすごい大事じゃないかなと思います。はい、なるべく脇をもう意識的に締めてこう弾いてもらった方がいいんじゃないかなと思います。はい、じゃあ E メジャースケールでもう一回ドレミアソラシド、もうテンポ上げるよ、テンポ100でいってみましょうね。このレッスンは進みませんので全然。はい、のんびりいきますよ。はい、いきますよ。あ、ごめん、もう一回いきますね。はい、ワン、ツー、スリー、フォですか。もうこれ100は余裕かな。テンポ上げてみていいですか。120でいこうかな。つまり最初でやったやつの倍っていうことだ。いってみるよ。ワン、ツー、スリー、フォー。フォーム崩れてませんか？左手ばっかり見てませんか？右手ばっかり見てませんか？画面を見ながら弾けますか？目をつぶりながらしてますか？あ、終わった。はい、OK です。これが今、テンポ120です。はい。で、こういう練習ってもう、テレビ見ながらでもやれると思うんですよ。もう、むちゃくちゃシンプルな練習なんで、テレビ皆さん見てるでしょ？なんかまあ、失礼かもしれないけど、ボケってしながら、テレビ眺めてる時間って、一日の中で絶対あると思うんですよ。そのテレビの見るソファー、椅子の横に、まあ、ベッドでもいいけど、のところに、すぐ、こう、ギターが手に取れるように置いて、っていうのもいいかもしれない。アンプとか別に繋がなくてもいいじゃないですか。生音でいいから、もうピックもここにつけといてね。ギターだけあれば、もうテレビで今日の天気はどうだとかね。なんかそんな見ながら、こう、できるじゃないですか。うん。これで練習になるわけですよ。だからその、
練習しようと思って、今日は1時間やるぞとか2時間やるぞとか、その難しいと思うんですよ。まあ、やれる人もいるだろうけど、なんかしんどいなとか、今日仕事で疲れたし、1時間とか30分、ああ、なんかしんどいなとかってなるじゃないですか。後でお風呂入ってからにしようかなと思ったら、もう眠たいし寝ようとかなるじゃないですか。僕はなる。なので、この無駄な時間にギターを、まあ、練習と思わなくても、こう触っとくっていうね。で、テレビ見ながらやから、僕さっき言ったことになるじゃないですか。左手をこう見たり、右手を見すぎたりしないようにっていうね。まあ、体で覚えるっていうのも、こう、画面見ながらね、ああ、明日の大阪は12度なのかとか思いながら、こう、テレビの画面見ながらね、やっていただくといいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、ちょっとね、ここからあと後半はフレーズ自体を変えていくよ。E メジャースケールでフレーズを変えていきます。うん。で、ちょっと、どうやろう、慣れてない人には捉えにくいかもしれないんだけども、4つずつ進んでいく。ドレミファわかる？もういきなりわからなかった？まず、ドレミファーっていくやんか。1、2、3、4やね。で、この次は、この2の音から、2、3、4、5っていくわけ。で、次、この3度の音から、3、4、5、6っていく。たるくら。この4つ、1、2、3、4がこう、ずれていくって言ったらいいのかな？うん。うん、こんな感じでやろうかなと思います。今、2度までいってるのか。タルブタ。あ、8部でやらなあかんね。タルブタ。これでいこうかな。うん。ドレミファソラシドの1オクターブに登っていくときは上のそのドレの2度、ナインスって言ってもいいのかな、うん、オクターブの1個上のドレのところの音が出ます。で、降りてくるときは低い C の音が出てくる。E メジャーやけどドレミファソラシドって言ってますよ、今ね。E メジャーやから正確な音名で言うならば、2度は F シャープだし、7度は D シャープになるけれども、うん、今はちょっとドレミファソラシドっていう言い方で言ってます。まあ、1、2、3、4、5、6、7、8って言えば、度数で言えば一番いいんですけどね。うん。1、2、3、4、2、3、4、5、3、4、5、6、4、5、6、7、で、5、6、7、8、で、6、7、8、ルートオクターブで終わる。タルトゥタルルタタルタタラタラトゥタラタタ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 タそうですか。120は空振りで多くなる。あ、さっきのは120のやつですね。うん。はい。まあ、やっぱりね、速くなってくると、当然、難しくなってくるとは思うんですけれども、速くやればいいってものでもないので、まあ、120ぐらいまで、120でちょっとしんどいなって人は、また100まで戻して、105、110、115って5を刻みで上げていってもいいかもしれないですね。今もう100から120にバッていきなり上げてるので、もう、なんちゅうのかな。この1時間でこのレッスンやらなきゃいけないので、結構、はしょってます。まあ、進むことは考えてないとか言いながら、間はしょっちゃってるんですけど、うん、もっと本当に時間があって、
1対1、マンツーマンとかでこうやるんやったら、もう皆さんのちょっとしんどそうなテンポからは5ずつ上げるとか、うん、僕も自分で練習の時はそんな風にしたりしてますね。このテンポまでいけないって時は、ちょっと落として、ちょっとずつ上げていくみたいな。うん、で、その目標のテンポ弾けるようになってから、もう一回低いの行くと、さっきは見えなかったことが見えたりするんですよね。だから、いろんなテンポで練習してみてもらえるといいと思います。はい。じゃあ、この4つ取りで上がっていくやつ、テンポ60で行ってみましょうか。いけるかな？もういける？やってみようか、一回な。はい。一緒に行きますよ。8分音符ね。ワン、ツー、スリー、フォー、オーちゃんと言ってなかったよね。ごめん。オクターブ上で終わるよね。で、このオクターブ上の音から8、7、6、5、4つずつ降りていくって感じですね。8、ドシラソ。次のこの、シーシラソファになるのかな。ソラ、ラ、ラ、ソ、ファ、ミ。この音名で言うの難しいな。8、7、6、5、7、6、5、4、6、5、4、3、5、4、3、2、4、3、2、1、2、3、1、7、1。ここは2、2、3、2、1、7って人差し指でずらして、で、また人差し指を戻す。ルートに戻す。できる？降りるところ。ちょっとゆっくり確認してみますよ。せーの。8、7、6、5、7、6、5、4、6、5、4、3、4、4、3、2、4、3。なんかごめん。ゆっくりやるとわからなくなる。8、7、6、5、4、もうちょっと一回やってみましょうか。ゆっくりいきますよ。もっとゆっくりの方がいいか。たー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 さーんしーたーるこんな感じ。いけそう？ちょっとやってみますね。くじけてる人いませんか？大丈夫ですか？多分この辺で脱線した方がいいんかもしれんけど、脱線したらもう時間なくなっちゃうので、このままいくよ。はい。ワン、ツー、スリー、フォー、フォー。
いけそうですか。もう一回いっとこか。ワン、ツー、ツー、スリー、フォね、なんか頭こんがらがってる人いるかもしれませんけども、はい、これは今テンポ60でやったので、皆さんそれぞれご自身でテンポいろいろ上げていってやってみてください。はい。じゃあ最後にですね、ちょっと違うバージョンです。これ1、2、3、4までいったけど、次はね、1、3、2、1。意味わかる？ドミレ、ドミレド。レファミレ、ね、その1321っていうこのこの法則でずっとずれていくわけです。1321 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 1321
難しいね。ねえ、これ僕も苦手やわ。戻るの苦手やわ。うん、苦手やわとか言ってるけど。うん、でこういうフレーズってまあ、ないってことないよね。結構出てくるよね、こういうのね。うん、あの、さっきやった1、2、3、4のパターンなんか本当によくあるよね。こういうあの、ちょっとこうスケール、
もう駆け上がるときに、普通に駆け上がったんだと間が持たないみたいなときに、こう。こういうのとか良くない？なんかそんな気しない？こんなんとかよくあるやん。なんか、ないか。僕はよくこんなん弾いてた気がするな。もう今あんまりこんなん弾かなくなっちゃいましたけども、うん。こういうスタイルじゃなくなっちゃったなって思いますけど、はい。あの、ロック、ハードロックなんかではやっぱこういうの多いと思いますね。うん。で、1、3、2、1はちょっとやっぱ難しいよね。1、3、2、1、1、3、2、1。1、3、2、1の方は、これ、あの、まあ、ルートとサンドっていう関係性って前も言ってるじゃないですか。ね。ルートとサンド。ルートとサンドみたいな。ルートとサンド、ルートとサンド、ルートとサンド、ルートとサンド。で、その間の2度を伝って、ルート3度、2度、1度、ルート3度、2度、1度、ルート3度、2度、1度。この法則をメジャースケールの中でやっていってるってわけです。ね。降りるときだけちょっとあの指使いが変則的になるというか、ポジション変わりますね。あ、ごめん。3、2、3、5弦まで戻ってきたら、11、7、9、11っていうフレットになるのかな。うん。リーラーラーラーってなったら、この小指を9フレットにスライドして、中指ルートで終わる。で、中指ルートで終わってるのを次の頭の時にまたこう人差し指に変えて始まるわけですね。今、僕、少し早く弾いてるかもしれないけど、うん、これもちょっとね、やってみてもらえるといいと思う。あと、その、まあ、これ、どれがね、例えばね、さっきやった、これを簡単って感じた人が、これ、むちゃくちゃ難しく感じたりとか、その逆もあるんですよ。これ、なんかよくわからんな、頭で理解できひんなって人が、こっちは弾けたりとかってことも結構あったりするんですよね。なんか頭の体操みたいなところもあるでしょ、こういうのね。うん。あとはあの、まあ、もうちょっとバリエーション、ちょっともう時間がなくて練習できませんけど、バリエーションだけお伝えしておくと、もういろいろ考えれると思うんですよ。ほんと、なんていうのかな。もう、あの、当てはめ方だけでいろいろ思いつくと思うんですね。パズルと一緒で。あと、だから、なんだろうな。1313みたいな。これやと2オクターブ行きたいな。みたいな。こういうのもよくあのロックで出てくるフレーズだと思いますね。いろいろ考えれるはずなんですよ。うん。3連で、こう、あの、3つずつでね。まあ、3連とかまだ全然このレッスンでやってないから、あの、できるかできないか置いといて。あ、難しい。簡単なはずなのに難しい。なんかこう、ちゃんとやろうと思うと難しいな。ね。こういうの。あのドラえもんとかも3連やね。こういうあのドラえもんも3連やね。タラタクタタタラタクタ。こういうのと同じ感じの練習かな。ね、スケールを。3つで上がっていく。ね。
僕あんまり3連フレーズ弾かない、6連は弾くけど3連あんまり弾かへんな。3連苦手なんですよ。苦手なんかな。シャッフルはよく弾くねんけどな。まあ僕の話はどうでもいいか。はい。ということでですね。まあ最後やった2つかな。2つ。1234と1321、1321。ね。この2つは割と弾きやすいと思いますので、ゆっくりでいいので、練習してみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで今日はこんなもんで終わっておきましょう。はい。というわけで、お知らせごとでございます。次回レッスンは来週、金曜日、2月16日金曜日、同じ時間、19時45分から、配信開始。僕が練習してます。はい。で、質問も受け付けます。うん、で、8時から9時までレッスンという形でやります。はい。来週何やろうかな。ちょっとまだ決めてませんので、リクエストあったらリクエストください。はい。あとなんだ、お知らせごと。はい。大阪を中心に関西全域では、常に、対面レッスンの受付をしております。あと、富山が次3月に行きます。はい。また日程などはお知らせします。あとなんかありますか？はい。あ、そうやそうや。大事なことを忘れてた。大事でもないけど。はい。このギタークレイジーステッカー発売中でございます。残り少なくなってきました。1枚400円。ね、こっちも400円。3枚すずりで400円。こっちはカラフルな名刺型のステッ、名刺ぐらいのサイズのステッカーです。はい。2枚で700円になります。なんと。はい。送料も無料でございますので、どうぞ皆さんお買い上げお願いいたします。あと CD とか T シャツなどグッズも僕のその通販サイト概要欄にありますので、どうぞお買い上げいただければ嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。オンラインレッスンへのご支援の方もまたどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日は終わっておきます。この後、アーカイブではここで終わりになりますけども、この後は雑談コーナーなので、お暇な方はどうぞお付き合いくださいませ。はい。というわけで本日はここまでとなります。お疲れ様でした。さよなら。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。